ばんは。ほんの少しだけですが、そしてコメントがね、ここまで見えないと見れないのだけれど近っ。こんばんは。深夜にすみません。24歳になりました。なったらしいです。どうやら24歳になったお顔をお見せするためだけの配信すぐに終わってしまいますが、ちょっと見えなさすぎて。ありがとうございます、たくさん。あ、ゆかちゃんがおめでとうって。おめでとう、ゆかちゃんも。そして目撃者を覚えてくれていてありがとう楽しみ。危ない危ない。皆さんのおめでとうの波動だけ伝わります。あ、そう、あの桃地浜放送局になったんだっけ。ぜひ聞いてください。本当にあの24歳になって全然あの何も変わらないんですけどあの本当にたくさんツイート、もうポストっていうのか、あ、このコメントもですけど、いろいろとしていただいてありがとうございます。ね、私のあの自己発信型ではないだろうそれはっていうおめでとよながのタグもぜひあの皆さん使っていただけているのも見ました。全部はねまだね見れていないんですけど、だってまだ20分経ったぐらいでたくさんお祝いしていただけてとても嬉しいです現場で一番早かったのは現役だと言える、卒業メンバーだとあかり。ヤドラさんは私のことが大好き。落ち着いたらまた改めてなんか配信とかしたいなとか思ったんですけど、ちょっとねその前にお顔を見せたいなと思いましたので配信しました。あと本日から栄光のラビリスというゲームであのラジオ番組をかけての戦いも始まるということで、でもねなかなか発信できるタイミングとかがなさそうなのもありますし、あと生誕祭の受付も本日いっぱいなので盛りだくさんなので、あのこのタイミングでの配信となってしまいましたが、皆さん本当にお祝いしてくださりありがとうございます。ありがたいことに多分今日は一日ずっとそういうお祝いをして
ね、あのインターネットの上でしていただけるんだなと思うと、あのいくつになってもやっぱ嬉しいものだなと思うと同時にですね、あの自分が24歳というこの数字が重いなんかあのちょっとあの解釈違いで、みんながカメレアタイムを分かってる分かってないとかではなく、みんなでやってるんだなって分かってる方が嬉しいじゃないですか。何事もきついなとか思うこととか、そういうのもなんか、あ、この人がいるもう一緒になってたら頑張れるなってこといっぱいあるのと一緒で、てかシンプルにそっちの方が楽しいじゃんっていうだけですからそうですね、24歳はまあ毎度のごとく抱負も特になく目標も特になく、変わらず地続きで階段飛ばしせずに歩いていけたらなと思います。11月4日国立競技場行きたいよ、行きたくてたまらないんですけれども、私はその日ですね、はい、あの中田フェスというイベントに出演させていただけますので、あの福岡勝たせてください、よろしくお願いします。来れない私のために福岡勝たせてください。またね、24歳もいろんなインスタグラムっていうと、いろんな写真を撮って載せていきたいなと思いますし、そうじゃなくても、まあ、ストーリーとかまた変なことをしている誰かのこととか質問に答えたりとかしていけたらなと思います。まあ何も変わらないですけれども、皆さんも変わらず応援していてくださると嬉しいなと思います。5分ぐらいで終わってしまいますが、コメントが本当に私ここまで寄らないと見れないので、皆さんも本当に健康に気をつけて健やかでいてください。本当にね、それだけは大事ですから、体が資本、もう本当におめでとうの波動しか感じられないので申し訳ない気持ちではいっぱいなんですけど
いろんな近況などなど、まあそうじゃなくても私はこういうあのインスタライブとかで雑談するのが好きなので24歳もまたそういう機会が設けられたらなと思っていますので、はい、なんて言ったってまだあの24歳になりたてほやほや30分経ってないので、正確にはまだあの24年経ってないのではい、皆さんあの19時33分ぐらいになりましたら、あ、24年経ったんだなと思っていただければいいのかなと思います。今日が何曜日か私はちょっとわからないんですけど、水曜日ですか、1週間の折り返しということで、まだまだ平日も続きますね。暦通りの方々は長いなって思ってるかもしれませんけども、どうか今日がいい日になりますように。私にとってもいい日になればいいなと思っていますし、皆さんにとっても今日がいい日であればいいなと思っております。まあ、まだまだたくさんここからねイベントもありますし、生誕祭もありますから、まだまだイベントも盛りだくさんですので、24歳の豊永ともたくさんあの遊んでいただければと思いますし、あのこれはさっきショールームしてたんですけど、ショールームで見てたんですけど、23歳があまりにもあの長くて、本当に長くて、あのなんか何、えこれも23なのみたいなことが多すぎたのでありがたいことに多すぎたので、ちょっとまだあのそれこそ生誕祭が1週間ぐらい後にあるんですけど、あの何の話をすればいいのかちょっとまだ分かっていないので、皆さんのお祝いツイートを見て1年間を振り返ろうと思っておりますというわけで、本当にたくさんのお祝いをすでにありがとうございます。またもし夜とかできたらするかもしれないですけど、今日はちょっとなかなか難しそうな気がするので、先にお礼をお伝えしたいなと思いまして配信しました。また24歳の豊永亜希もよろしくお願いいたします。ではおやすみなさい、バイバイ。